皆さんこんにちは、レンです。カズキです。今日は最近ありがたいことにレンカズキのことを多くの方が見てくださっているので100の質問をやりたいと思います。イエーイ今回の動画でより一層僕たちのことをしていただけたら本当に幸いです。それでは早速、はい、質問の方を答えていきたいと思います。じゃあ、はい、レンから質問、はい、1つ目、名前は？僕、カズキです。レンです、はい、誕生日は？は9月28日です。12月15日です。星座は？星座は天秤座です。いて座です。血液型は？は A です。僕も A です。MBTI は？僕は ESFJ です。僕は INFJ です。出身地は？は僕は神奈川県ですね。広島県。身長は？身長は182。僕も182センチ。ほぼ同じだよね。同じかな。最近の趣味は？最近の趣味は自分で水切りヨーグルトを作ってアサイーボールを作ること自分は絵を描くことかな。いつも iPad で最近絵を描いてます。絵描いてるだけ無視するよね。集中してる無視っていうか聞こえないレーンって5回ぐらい言ったらハニーって言う好きな動物は？鳥全般が大好きです。自分も鳥かな鳥好き。鳥、空飛びたいなって思ってるから鳥。はい、はい、自分を動物に例えると？虎とか言いたいけどやっぱり馬とかなのかな。似てるからか。体格的な問題です。あ、はいはい、僕はこの切れ長な目があるのでキツネです。はいじゃあ続いてどんどんいきます。好きなお酒は？赤ワイン。僕はウイスキー全般が大好きです。好きな色は？黒。僕も黒です。特技は？特技は暗記？記憶力とかかな。めっちゃ記憶力いいですね。僕は割と初対面の人でも比較的仲良くなれる。特技なのかな、これは。特技だと思う。自分そんなことできないから自分の好きなパーツは？目と鼻。僕は強いて言うなら鼻ぐらいかな。めっちゃシュッてしてるもんね口癖。自分の口癖？うん、あ、体調悪いかも毎朝言う。うん、ずっと言ってる。あ、なんかちょっと気分悪い。あ、なんか体調悪いってよく言ってます。熱っぽいって体温計ピピピ 36.6 度。熱ねえじゃんっていや、でもいつもなんか体調悪い感じするんだよね大丈夫だよ。僕の口癖は C って言うなら疲れた。まあ確かに疲れたってよく言ってる苦手なものまたは怖いものは？苦手なものは虫全般かな。バッタとかカマキリとか。めっちゃ好きだ。僕はあんまりないけど、なんだろう、 C って言うなら閉鎖された空間がすごい怖いって思う。弊社恐怖症。いや、天井が低いところが怖い。続いてカップル的な質問に移っていきたいと思います、うん、相手はどんな性格ですか？自分が思うカズキだよね、うん、頼りがいがあるところかな、うん。僕はすごいいい意味ですごい細かいところかな。あ、自分が、うん、いい意味で何事もすごい一個丁寧にやっていくから、うんうん、すごい若い性格って言ったらすぐでもね、なんか悪口みたいだけど、うんうん、いい意味で本当に丁寧な性格だと思う。自分自身が思う自分の性格は？自分の性格、うん、何に対しても細かい細かくない時もあるけど、細かい時はすごく細かいっていう感じ。僕はせっかちうん、喧嘩をしたらどうやって仲直りをしますか？なんか時間が経ったら見つめ合う見つめ合ってお互い仲直りしたいんでしょっていうのをこう
なんか目で伝え合うっていう感じだよね。確かに本当それは自分もその同じ回答だけど、なんか怒ってる時は絶対にもう見向きもしないけど、多分仲直りしたいんだろうなってなった時は、見てくる、どっちかが、なんか見つめ合うでそれなんか言ってくる、謝ってなんか言うことあるんじゃない本当にそれでもそれですぐね、そんなに長引いた喧嘩は、すぐ仲直りする、恋人には甘えられたい、甘えたい、半々、甘えたい時もあれば、甘えられたい時もある、僕は、甘えてほしいかなと思います。予定は精密に立てる、行き当たりばったり、絶対精密に立てる方だと思う。どっちかって言ったら行き当たりだと思う、行き当たりばったりはないかな、自分は仕事はすごい精密に、とか計画を立てるけど、私生活はまあ、行き当たりばったりの時もあるここは直してほしいところは相手に対してかな。なんかお菓子を食べ過ぎてるのが僕はすごい言ってると僕も食べたくなるし、だからちょっとお菓子食べるの減らしたら、はい、僕は飽きたら閉めるそれだけ。はい、寂しがり屋なのはどっち、便所、どうと思う、二人の性格で似てると思うところ、スイッチが入ったらもうめちゃめちゃこうバッてこうやるとき、そうだと思う、やるときはやるっていうのが似てると思う、似てる性格だと思う、逆に似てないと思うところ時間に対することじゃない、僕は結構せっかちで早く早く早くだけど、レンはゆっくりゆっくりゆっくり、ああそうだね、カメゆったりでゆったりっていうかそのせっかちじゃない、僕は多分せっかちすぎると思うけど、なんかカメとチーターみたいな感じ、それはあるかも、寝室は一緒がいい、一緒がいい、一緒がいい、一緒がいいけど、カズキがたまにいびきかくから、その時は別がいい、疲れてる時ね、どうしても疲れちゃう、デート先はどうやって決める、多分2人でこう行きたいところとかあったら、え、これ行きたい、これ食べたいみたいな、こう、Google マップとか見せて、それでじゃあ行こうみたいになって決めることが多いかな、まあでも基本カズキが決めてくれると思う、相手の好きなところは、好きなところ、それは性格、性格、何をするにしても自分のことを心配してくれるところって言ったらあれなんだけど、相手のことをすごい思ってるからレンは、だからそういうところが好きだなと思う、自分は気配りができる、短かった短かった相手の好きなパーツは、パーツ、パーツは目、俺も目と鼻、あと鼻も好きだし、ちっちゃい口も好きだし、全部好きです、俺は目と鼻が好きです、あ、全部じゃないの目と鼻が好きです、全部じゃないの、目と鼻意見が一致しなかったら積極的に解決する、それとも避ける、いや積極的に解決する、積極的に解決するよね、でもやっぱり人だから、人間だからさ、価値観が合わないときはちゃんとお互いの価値観を尊重し合う、今までの恋人は何人、1人です、キュンとする仕草はバックハグ僕は一目惚れしますか、しない、したことはない、なんか中身で、じゃあ次、嫉妬しますか、たまに僕はしないかな、出会いは偶然それとも必然だと思いますか、絶対に偶然、僕も偶然だと思う、タイミングだよね、じゃあ続いて幼少期編に移りたいと思います、子供の頃の夢はバイクのレーサー、おぉモトクロスのレーサー、僕はあのスイマー、水泳選手になりたかったです。で、じゃ子供の頃なんて言われてた？やんちゃ。ああ、僕は落ち着きがないんで。ほい。子供の時に一番怒られたことは？隣の友達の家に2階からジャンプして飛び移ったこと。聞いてないそれ。やば。僕は中学生の時に携帯で課金をいっぱいして携帯料金8万円超えた時にお父さんにめちゃめちゃ怒られたモテ期はいつだった？ない、特にない、モテ期僕
も特にないかな、うん、学生時代はどんな存在だった？うーん、今とは結構逆で、うん、ちょっと目立ちたがり屋だったかも。なんだろう、本当に普通かな、普通の存在だった。学生時代にやっていたスポーツは？僕はそれを水泳とバスケ、かっこ少しやっていたのかな。僕は野球とバドミントン、うん。小さい時の印象的な記憶は？幼稚園の時にお母さんの後ろの自転車に乗ってたら、隣の家が工事中でレンガが降ってきた。で、救急車に運ばれたこと。自分はあのバイク、モトクルース用のバイクに3歳ぐらいで乗った時かな。昔の自分に声をかけるとしたら？何事も全部うまくいくよって伝える。本当に自分もそのまま頑張り続けろっていうか。反抗期はあった？僕はそんなにないです。次、じゃあ個人的な質問に行きます。1ヶ月同じものを食べ続けるとしたら？いや、僕は納豆。グミかな。グミ。理想の友達との休日の過ごし方は？友達、うん、友達だったら昼ぐらいから、まあ、お昼食べてちょっとお出かけして、でそれ夜は美味しい居酒屋でご飯食べたりかな。カフェでのんびりできたらもういいかなって感じ。理想の恋人との休日の過ごし方は？土曜日はなんかどっかちょっと出かけたり、ご飯食べてカフェとか行ったり、まあ、買い物したり、美味しいご飯夜食べて、でそれで日曜日は一日中ね、ゴロゴロ映画とか見てたり、それが理想。確かに自分をのんびりするのと遠出するの半々ぐらいがいいかも。遠出するときは結構遠くに行きたい。どんな音楽が好き？ポップから EDM からヒップホップからもう K-POP も好きだし、もうオールジャンルで好きです、うん、自分も洋楽と K-POP が好きです、うん、好きなアーティストは？好きなアーティストやっぱりまあね、多分共通の趣味でもある、うん、ガガとかも好きだし、あと K-POP と21とか BLACKPINK とかも好きだし、うんうんうん、あとは昔のねマイケル・ジャクソンとか、うん、そういう感じ大好きです、うん、同じです。最近のお気に入りのアーティストは、好きなアーティストは？最近の、うん、最近だったら僕タイラーがすごい好き、自分も、タイラさん、タイラーとかアイスパイスとか、うん、タイラさん好き。アイスパイスはタイラさんタイラさんが好き。アイスパイス見てたんじゃない？見てないよ、大丈夫。はい、最近のお気に入りのアルバムは？サブリナ・カーペンターのショート&スイート。あれいいね。めっちゃ聴いてる、うん、エスプレッソも入ってるし、それ以外の曲もすごい好きだからすごい聴いてる。僕はどっち、うん、あのアリゲーターバイツネバーヒールってミックステープがすごい好きなのと、あとはブラッドチャーリー XCX のアルバムもすごい聴いてると思います。どっちって？ネックステープの人？それはミーガン。違った。そう、違う違う、はい、最近のお気に入りの曲は？最近の曲、うん、レディーガガとブルーノワーズの大ビデオスマイルだったかな。ずっと好きというかずっと聴いてる最近。確かに僕も好き、うん、あお気に入りの曲最近、うん、最近だったらやっぱりサマソニーにこの前行ってパフォーマンスを見たタイラのジャンプ、ジャンプって曲すごい、うん、いい、めちゃめちゃ好きですね、うん、はい。今まで行ったライブやフェスは？今まで行った、たくさん行ったけど、うん、最近行ったのはサマソニー、サマソニック。本当楽しかったです、2人で来ました、うん、あとはライブだったの、2人ともガガのライブも行ったし、うん、あとは今後ね、デュアリパもね、チケット取れたし、ね、うんうんうん、あと21もチケット取れたし、そうなんで、ね、楽しみです。ね、うん、はい、今後行きたいライブやフェスはこちら？あ、僕もこちら行きたい、行きたい、いつか行きたいよね。行こう、LINE行く、うん、じゃあ、はい、続いて好きな映画は？好きな映画は Call Me By Your Name。 僕はノートブック、君に読む物語っていう名前かなと。好きなドラマまたはテレビシリーズは？あのキムスヨンが出てる星から来たなって。好きだよね。僕はやっぱアメリカンホラーストーリーとか、あと最近だったら、あの涙の女王がすごい大好きでした。好きな女優または俳優は？キムスヨン。好きだね。
僕はサラ・ポールソンっていう人が好きです、うん、自分の好きなところは自分の好きなところはおおらかなところかな僕は多分物事をちゃんとはっきり言えることかな、うん、で逆に自分の嫌いなところは嫌いなところ、うん、考えすぎあこの多分せっかちすぎるところが直していかなきゃなと思う、うん、逆にはい、はい、次好きな場所は好きな場所河川敷おお好きな場所僕は海が海沿いとかすごい落ち着きますね、うん、逆に嫌いな場所は嫌いな場所は虫が多い虫嫌いなの、うん、うん暑いところが暑がりだった暑がりだな犬派猫派鳥派鳥、うん、僕は猫飼ったことないけど猫派、うん、最近あった嬉しいことは見ず知らずのおばさんに背高いねって背高いねって言われた自分はサマソニーの時に平にサインもらったうーん嬉しかったそれもこの辺に写真逆に嫌だったことはこの前電車乗るときにおじさんにこうバーンってぶつけられたとこすごい嫌な気持ちになった外が暑いかとああそれもそうよく使う絵文字はあ確かに了解自分はあのハートが3つぐらいある顔とあとこういうやつこういうやつあるじゃん丸文字のこういうの魔法が使えたら何をする？未来を見る。僕は空を飛ぶ。明日は地球が滅亡したら？明日もう分かってるんですよ、うん。滅亡するとしたら？今までよ自分によくしてくれた人、お世話になった人にあの感謝の言葉。会えるなら会いたい。うん、自分はまあ時間も限られてると思うし、和樹といるかな。うん、僕もいるよ。はい、生まれ変わったら何になりたい？やっぱ鳥かな一緒鳥空飛びたいから本当うん鳥、うん、一番好きな食べ物はあ焼肉ですね僕も焼肉です、うん、今一番欲しいものは一番欲しいものは特に僕ないんだよ強いてならあの今年今月かな発売する携帯欲しい iPhone 欲しいとか iPhone ね、うん、僕はペットが欲しいから猫が欲しいです、寝相はいい？うん、いい方だと思う、うん、自分もいいかな耳聞こえる自分だって脱ぎ出すじゃんないよ寝る体勢は寝る体勢、仰向け、上向く、うん、自分も仰向け、うん、で時間が経ったら横向きになってるいつも何時に起きる大体8時とかには起きます、うんはい、自分は8時ぐらいかな、うん、には平日は起きるで、土日は、2時とか、ね、土日は2時とかいつも何時に寝るでも大体12時ぐらいだよね12時から1時ぐらいに寝ることが多いです、うん、朝起きて必ずすることは歯磨く歯も磨くし、うん、納豆食べるあーヨーグルト食べる、うん、寝る前に必ずすることはハンドル炊くことうん。僕は生姜とレモンと蜂蜜をお湯に溶かして飲む毎日やってるよ、うん、最近ずっとやってる、ね、好きなおにぎりの具は明太子、過去からし僕はオンリー塩、うん、塩のみコンビニのお気に入りの商品はファミチキとか、うん、もう揚げ物系が大好きです僕はあのファミマのもちっとしたなんかたい焼きみたいなやつデザートの冷蔵庫になかったよ、ねうん、さっきも食べた何フェチ？匂いかなあ、一緒、香り遊園地で好きな乗り物は？ジェットコースター一緒、ジェットコースター怖い話は好き？うん、大好き僕はそんなに好きじゃない友達は多い？少ない？普通かな僕は少ないかな、うん、田舎と都会どっちが好き？都会の方が住みやすいか都会ですねうん、これは半々かな、うん、ストレス発散方法は？爆食いする、いっぱいご飯食べるこれが爆買いかな、ネット通販、うん、動物園と水族館どっちが好き？動物園僕は水族館かな、あの室内で見れるから好きな匂いは香りは
やっぱり重い系スモッキーの匂いとかがすごい好き。僕はガソリンが好き。ガソリンの香り。好きな季節は？冬。僕は秋と春。周りに褒められて嬉しかったことは？カズキに任せてよかったって言われたことが嬉しい。嬉しいね。自分は記憶力すごくいいねって言われた時。じゃあ続いて最近泣いたことは？特にない。泣いてない。僕クレヨンしんちゃんの映画で泣いた。好きな食べ物は最後に取っておく方ですか？最後に食べる。好きな食べ物は僕は絶対最初に食べます。家編ですね。家事はしますか？気づいたらする。僕も家事はします。嫌いな家事は？嫌いな家事は風呂掃除かな。僕ガスコンロ洗うのが一番好きだって言ったらする。家の中で好きな場所は？ベッド。僕ソファー、このソファーです。ペットは飼ってますか？ペットは飼ってないから飼いたい。で、得意料理は？得意料理はチゲ。美味しいよね、レンのチゲ。僕なんだろう、鶏肉の照り焼きかも。確かに美味しい、めっちゃ。はい、今後ですね、今行きたい場所は？今行きたい場所はヨーロッパ。行きたいヨーロッパ。僕も同じです、今やりたいことは？それこそヨーロッパに行きたい。旅行に行きたい、本当に。次の誕生日はどう過ごしたいですか？次の自分の誕生日は旅館とかでゆっくりしたい。確かに。まあでもレント入れたら何でもいいから、お任せします。はい、じゃ次のクリスマスはどう過ごしたいですか？クリスマスはゆっくりして美味しいご飯食べたい。確かに。どこも混んでるしね。僕もゆっくりしたい、はい、じゃあ最後の質問です。相手のことを愛してますか？もちろん愛してる。もちろん僕も、はい、愛してます。では以上です。以上です。意外とあっという間だったよね、質問。あっという間だったね。100問多いかなと思ったけどっていう感じで、はい、僕たちのことをもっとより深く知っていただけたら幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。